これはあんまり他の人指摘してないんですけどね、はい、私は結構外交を考えている夫人だと思うんですよ。外交を考えている、それはどこから？それは、はい、総務会長に二階俊博さん据えたことです。はい。それ二階さんは中国との間で特別のルートを持ってますから。それですから今までもう本当に中国との対話っていうのは途絶えている状態だったんですけども、党を通じてっていう形で、はい、中国のこの習近平体制の本当に中枢部とこれで話できるようになりましたから、はい、日中関係が改善するでしょうね。日中関係を考えた上では二階さんが総務会長になってこれで進んでいく、ここで進んでいくんで、ここがキーパーソンになってきます。となると今度は歴史認識問題なんかで内閣の例えば下村博文文部科学大臣であるとか、はい、あるいは山谷恵理子国家公安拉致問題担当大臣であるとか、その辺と考え方がうまく合うかどうかっていうところ、この辺も見物になってくると思いますね。ということは基本的に難しいってことなんですか？いや、これは二階さんをつけるっていうことをやる以上は、これは中国との関係をぐっと進めるってことだと思います、ですから表には大きく出ていないんですけども、後ろでの大きなメッセージは対中政策を大きく変えるっていうことだと思いますね。対中政策を大きく変えるっていうのは具体的には首脳会談やるってことです。首脳会談をやる、はい、ですから APEC の時に顔合わせをやって、その後本格的な首脳会談をやるっていう、そっちの流れの方に持っていくと。それですから今まで周辺の国はいろいろと言ってるんですけども、いよいよ本丸の中国との関係をやっていくんじゃないかなと。そうなると中国も相当きついこと言ってきますからね、はい、これアジア外交が第二次安倍改造内閣の中ではかなり正念場になってくるんじゃないかなって感じしますね。中国と日本の関係って今良くないですよね。非常に難しいです、うん、それでは放置しとくと尖閣で武力衝突起きる可能性ありますから、はい、それから韓国との関係で慰安婦問題が一層難しくなっていますから、この慰安婦問題のところに中国が入ってきてですね、韓国を応援するっていう流れになってるんです。この辺の流れをうまく断ち切らないと国際的に日本が孤立する可能性あるんで、今かなり日本の外交厳しい状態になってるんですね。ですから安倍総理もそこのところは分かっていて、この二階さんを総務会長に据えることによって攻勢に出てくるんじゃないかなと、こんな感じで見てますね。すごく心配なのが、その日本が孤立してしまうということもそうですけど、やっぱりアジアの中の一員としてはなるべくいい関係には好き嫌い置いといて持ってった方が絶対いいわけですよね。ところがなかなかいい関係にいかないっていうのが世の中の流れで、それは例えばアベノミクスがうまくいくっていうことは、はい、要するに円安になるわけですよね、はい、そうするとお隣の韓国から見るとウォン高になるわけです。ああ、面白くないんだ。そうすると日本のトヨタや日産がよく売れると、それに対してじゃあなんでヒョンデが売れないんだと、サムソンが売れないんだっていうのは、これはアベノミクスという形で為替ダンピングをやってるんじゃないかって見えるわけなんです。それだからパククネさんがあんまり安倍さんとか麻生さんのこと好きじゃないっていう個人的な感情ということを別にしても、はい、経済的な構造としてどうしても韓国は日本に対して不満を持つっていうことになってるわけですよね。だからなかなかお隣の国と仲良くすることはできないんですよ。ただ難しいですね。マンションでお隣にちょっと変な人がいても引っ越しはいいですからね、最悪の場合は、はい、ところが国と国ってのは引っ越せないから、それだからやっぱり付き合わないといけないんで、それやらないといけないんですよね。そうですね。ですから今までは韓国と中国っていう一番めんどくさいことと付き合わないで、それを全部迂回してたんですけども、はい、この第二次安倍内閣のところではこの中国韓国両方やらないといけないと、ただ韓国からスタートするかなと思ってたら、これ中国からですね、今回の二階さんの夫人で、はい、だからその意味で二階さんが総務会長をついたっていうことは私は非常に大きいと見てるんです。